どうも。いやー、ちょっと疲れましたね。意気消沈でございますよ。はい、ユニバー君逃走の、わかんないタイトル。いやー、ユニバー君ね、逃走しましたね。いや、びっくりしましたね、本当に。まあちょっとiPhone で散歩動画を撮ってるんで、まあちょっと落ち着いたらとアップしますけど、いやー、いきなり、ドーンみたいな、ドーンみたいな、いや、すごかったっすね、あのユニバー君の後ろ姿。マジ、次長課長の小太郎の話、次長課長小太郎、はい、次長課長小太郎で出てこないのかな、次長課長、次長課長犬、すいません、小太郎じゃん、太郎吉だ、太郎吉ですね。次長課長太郎吉ですね、太郎吉。次長課長太郎吉、はい、犬の太郎吉ですね、まさに猫の太郎吉ですよ。いや、これね、マジでね、びっくりしましたね。いや、そこまで嫌だったみたいな、いや、そこまで嫌いだったのみたいなぐらい、ブワーってね、もうめちゃくちゃすごかったっすもん。で、僕もダッシュしたんですけど、まあ無理ですね、クソ速くて。でももう見失って、あ、もう無理だなと思って、まあ途中で僕もね、おっさんですから息切らして、で、まあ車に戻って、まあもう帰ろうかなと思ったんですね。まあちょっと探しましたけど、無理だろうなと思って、まあただまあね、僕はアウトプット病ですから、アウトプット病なんで、もうすぐね、事件をアウトプットするっていう。で、ライブしてて、まあ無理だな、無理だろうなと思って、まあライブしながらやってたんですけど、いやー、あそこにいるとは思わなかったですね。でも逆に僕思ったんですけど、もう逃げなかったですね、あんまり。だから会った時にまたね、あの勢いで逃げられたらもう僕は無理だったんですけど、もうなんか疲れたのか、それとももうビビってたのか分かんないですけど、うん、まあ普通に、今普通いつも通りの感じのでしたね。落ち着いてる感じで、普通に。で、ご飯だ、あ、飯やるぞと、家帰ったら飯やっからっつって言ったら、ウェーンみたいな、なんやねん、結局飯かいなみたいな。まあ連れて帰ってきて、で、飯をね、あげまして、今ですね、はい、めちゃめちゃ走ったんで疲れたんでしょうね。まあ、あんなダッシュは家の中でできないですからね。あんなダッシュはまあ家の中でできないですから、まあ、疲れたんでしょう。静かでございます。まあでもね、ユニバー君の後ろ姿を見て僕は思ったんですけど、いや、本当に何がいいのかよく分かんないですね。自由がいいのか、飯がいいのか、いや、ちょっと考えさせられましたね、あれは。まあいずれにしてもですね、まあユニバー君は山で拾ってきた猫なんで、まあ別に僕はね、まあしょうがないかなとは思ってたんですけど、ただまあ猫映像を持ってるので、まあ周りのね、の猫さんに移るんで、まあ手術はして、まあ手術して、まあ、そうすれば
あ、でもまあ喧嘩して血と血が混じったら映るのかな、うん、まあまあ去勢手術は しますね、はい、うん、いやでもあの逃げ方は異様でしたね。もう本当にタロキシ、いや本当にタロキシでしたよ。この YouTube の下にちょっと次長課長、まあ、あの検索してください。タロキチ、タロキチ、タロキチ、マジでタロキシでしたから、タロキチ、いやタロキチやばいですね。ブワー行きましたからね。本当に河本さんと同じ絵面をリアルで感じましたね。まあユニバー君にとって何が幸せなんでしょうね。でもいろいろね今回で考えさせれましたね。そうそうそう。で最近思うことが、あ、その環境、まあこれちょっとビジネスの話になってくんですけど、最初ユニバー君ってもうガリガリだったんですよ。まあ一番最初のねユニバー君の映像はこの YouTube の下に入れておきますよ。まあガリガリだったんですよ。で、まあ、拾ってきた理由としては、まあ、寄ってきたんですよね。寄ってきて、うん、寄ってきて、で車ね拾う予定はなかったんですけど、車にこう車のドア閉める前にこう「おいや」っつってこういうふうにやってて「行かないでくれ」みたいな感じに僕は捉えたんで、まあ、ガリガリでしたし、うん、なんかかわいそうだなっていう。まあ多分その車に来なかったら、車に来なかったらまあそのままスルーだったんですけど、車帰る時に来てこうやってね僕の顔みたいな、こうやって、でその時は拾ってきた時はやっぱガリガリで、ご飯もね多分まあ自分でね餌捕まえないといけないですからガリガリで、まあここ来たらもう鬼の形相でご飯を食べるわけですよ。でやっぱ最初はやっぱそのご飯はやっぱね毎日やっぱ食えるって楽園じゃないですか。今まで自分でその山でね自分で、その、まあ、捨てられたのか分かんないですよ、うん、多分捨てられたとは思うんですけど、捨てられた後に自分でその試行錯誤して山で なんとか食いつないでたと思うんですよ。でまあ、楽園に来たわけですよね。餌がもう常に補充されるみたいな。で楽園に補充されるじゃないですか。楽園に来て、でユニバー君は最初懐いてたというかね、すごくねおとなしくて、とにかく、まあ、最初はその慣れてなかったっていうのもあるでしょうけども、うん、まあすごく、あ、そう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 、最近ないんですけど、昔はですね僕が風呂入ってると風呂の前で待ってるんですよ。これちょっとびっくりして、風呂入、僕が入るじゃないですか、ユニバー君が風呂の前でこれずっと待ってるんですよ。すげえ子だなと思ってたんですね、うん、でまあその時は過ぎ、まだ1年経ってないんですけど、去年の6月31だったかな、なんで、まあ、半年以上ですかね、時は経ち、ユニバー君も毎日餌を食べられるという環境になれまして、まあその感謝の気持ちはもうなくなりつつあると。まあ今ねそのないですね、風呂入ってる時に待つっていうのもなくなりました。やっぱねだからそのなんかユニバー君のこの変化を見てて、まあ人間と一緒だなっていう、やっぱ環境に慣れてしまうとやっぱそのありがたみとかもなくなるのかなって。最初はねほんとガリガリで餌やるとほんとありがとうみたいな、うわー食べてて、わかります？風呂入ったら待ってるんですよね、うん、でなんかこうすり寄ってきてね。でもそれが当たり前になるとなんか自由になりたいのか、自由になりたかったんでしょうね。で実際に多分おそらくなんですけど、ブワーって脱走して自由になってみたと、こう首輪ない自由になってみたと、で自由になってみたけど俺大丈夫かなみたいな俺一人大丈夫かなみたいな、自由になったけど大丈夫かなみたいな、木陰でこうやってずっと大丈夫かなみたいな、自由と責任ですね、うん、いやだから面白いですね、もう猫もやっぱ環境に慣れてるっていう、うん、まあそれはそうですよね、起きたらもう飯があるっていう生活が当たり前になっちゃってて、昔の感覚は忘れつつありますよね。昔はね、
だけど昔は昔でまあ自由だったんで、うん、だからどっちがいいのかなっていうところですよね。飢え死にする可能性はあるけれども、まあ、ここにいたら飢え死にはないじゃないですか。飢え死にする可能性はあるけれども自由がいいのか、うん、それとも飯はたらふく食えて温かいところで寝れて、だけど自由は制限される、どっちがいいんでしょうね。これは非常に難しい問題ですよね。まあそれはユニバー君にしかわからないことだと思うんですけど、だからこれもなんか人間に例えられるなと思うんですけど、例えば会社員でねこう働いてるじゃないですか。じゃあ会社員はその自由がね制限されるわけじゃないですか、ある程度。じゃあ自由っていうのが土日みたいな、日曜日1回とか週1の休み、自由は制限されますよね。でその代わり会社から毎月給料はもらえるわけじゃないですか、うん、でもこれを会社を辞めると自由だけども、うん、給料は入ってこないわけですよね、うん、だからどっちがいいのかっていう話ですよねこれも、うん、僕は自由がいいんで、うん、そう、うん、どっちですか。会社で、自由はそんなにないけど、まあ、給料を毎月入ってくる、で自由は手にし、会社を辞めたら自由にはなりますやん。だけど給料入ってこない、自分の責任で稼いでいかないといけないと。どっちがいいですか。だからこれ人それぞれですよね本当に、うん、どっちがいいのかっていうのはないのかなっていう、うん、だからどっちもメリットあるしどっちもデメリットあるし、うん、あとね会社員だとメリットがあってそのローンが通ったりとかね、するわけですよ。でもこれね社長になってる人とかはローン通んないんですよ、家のローンとか社長の場合は、うん、そう。だから会社員の方が信用が、社会的信用が実はあるんで、まあクレジットカードも作りやすかったりとか、まあローンも通りやすいし、うん、でも社長になると全然ローン取んないですよねもう社長になるとローンは取んないですよ、うん、これはね周りのその人たちもすごく言ってましたね、うん、まあ、だから一括で買わんとあかんっていう、ね、普通だったらねあの 超絶低金利で金借りれるわけじゃないですか、家のローンとか、うん、そうでローンで借りたら保険もついてますから、うん、自分が死んだらねその買った料金タダになるみたいな、いやーこれはね永遠の問題ですね、うん、まあでも結構今回の事件から学びを僕は得たなっていう、いやでも あとはね不思議でしたね。もう絶対僕無理だと思ったんで、もうすげえ勢いでブワー逃げてったんで、ああもうユニバー君と出会うことは一生ねえだろうなと思ったんですよ。もう絶対ねえだろうなみたいな、もうめちゃくちゃすごい勢いで逃げていきましたからね。まああのチーターみたいな、後ろがねユニバー君の後ろ姿がチーターに見えましたからまあ無理だってまあね本当動画撮ればよかったんですけど、動画撮るよちょっと動揺して撮れなかったです僕も。あれはね撮りたかったですねまあ今じゃねちょっと笑い、まあユニバー君いるんであれですけど、いやすごかったっすもん本当に。もうどういうなんか僕もねあの動きがもう予想外すぎてパニクりましたね。だってもう今までにない、見せたことがない、もう野生のブワーみたいな感じで、うおーみたいな。まあこの巻いてたんで、ここは取れることなかったんですけど、ユニバー君がバーン行ってぐるぐるぐるってギャーってギャーってなって、で取れちゃって、うん、あこれ取れるんやみたいな、ここまで激しく動くと取れるんやみたいな。すごかったですね。やっぱでも環境ですね本当に、うん、
まあでもね、ユニバー君があそこでじっとね、一人でこう寂しそうにこう待ってたのか分かんないですけど、その動かずね止まってたのはびっくりしましたね。逃げたはいいけれども逃げたはいいけれども大丈夫かなみたいなまあ多分ね、僕ね、あの30ライブ前に30分ぐらいは探してたんですけど、だライブやってなかったらマジで本当に見つけられなかったですよ。なんかまあなんかこれをご縁というの繋がってるのか繋がってないのか分かんないですけど、ライブやってなかったらねマジで見つけられてないですね。だってもう多分諦めて僕帰ってましたから、うん、でも諦めて帰った方が良かったのか分かんないですけどね。でも発見した時は明らかにむよーみたいな感じでしたからもうそのもう本当にその影なんか すごいところに隠れてましたねあれは見つかんないですよ。しかも黒いんで、ユニバー君黒いからまあなおさらですよね。黒だからあんな影で黒だったら分かんないですよ。まああれをライブ放送で僕が発見するっていうのもちょっと持ってるなと思ったんですけどねライブ中に発見するっていうのも持ってるなと思ったんですけどね。いや俺持ってるなみたいなどっちまあ猫の気持ちさは分かんないですけどね。うん、本当にあのやっぱねダッシュ見たら、まあ、意気消沈しますよ。俺も結構あの我慢してるよと、餌もちゃんとやって結構まああの奉仕してるんだけどなみたいなねでね、お金もかかるわけじゃないですか、ぶっちゃけお金もね、ユニバー君多分買って20万は使ってると思いますよ。そのあのね、ホテル代だったりとか検査だったりとか飯代とかで、あとまあおもちゃとかね、あ20万ぐらいは使ってんじゃないかなとは思うんですけど、そうまあユニバー君にとってはありがた迷惑なのかな。でも飯はありがた迷惑じゃないですよね。飯はありがた迷惑なのかな。ありがた迷惑ですかね。飯をたらふく食べられるっていうのは迷惑ではないですよね。まあ飢え死にするよりかはね、食べた方が幸せが感じられると思うんで、まあまあとりあえずね、あのユニバー君のあの本当にガリガリの時の動画見てない人言ってると思うんで、この下に入れときますよ。ユニバー君との出会いですね。興味あればどうぞ。